サンライズ出版株式会社は、日本の滋賀県彦根市に所在する出版社。1930年に、中仙道旧鳥居元塾の一角で、岩根と秀が、当社印刷業、サンライズスタディオを創業。1938年に、彦根市土橋町の丸菱百貨店内に移転し、滋賀県における当社印刷技術の普及を推進した。1979年、 本社工場を再びトリーボンに戻す。1981年に岩根と与姫の死去に伴って娘の岩根純子が後を継ぎ、翌1982年にサンライズ印刷株式会社を設立。2003年サンライズ出版株式会社へ社名変更し、資本金3000万円に増資。1976年より自費出版の受注を始め、 1993年に図書コードを取得して以降出版事業を本格化させた。やがて地域の文化情報発信拠点として活発な企画出版を行うようになり、1989年に地域情報誌デュエットの発行を開始、1994年に大見文化を育てる会を発足させるとともに大見文庫を創設し、 滋賀県の自然や文化、歴史に関する出版物を多数発刊している。1997年には、大見文庫が滋賀県のイメージアップ戦略に貢献しているとして、岩根純子が滋賀県知事よりブルーレイク賞を受賞している。アニメ制作会社のサンライズとは無関係である。ヒコニャンのキャラクターズ柄の原案者のモヘロンと直接契約をして、 ひこニャンと告示したひこねの良いニャンコグッズや絵本などを制作、販売している。公式サイトにもひこねの良いニャンコが描かれている。2007年4月26日、ひこねの良いニャンコの名前で商標登録の申請を行い、2008年8月22日と2009年5月15日に登録されたが、2009年7月、 ヒコニャンの著作権を所有するヒコネ氏が同市内の6業者に対してヒコネの良いニャンコグッズの販売中止を要請したことが判明した。ありがとうございます。